Takie taka sofinda, katiga poi, to poi ta chan. To long like the ding, kotin the ding, takin the name dragon. Woo! Wah! Yeah! Grrrr! Wah! จริงๆพอเราจริงๆเธอคนมีหวากันใช่ป่าประการโอ๊ปซอรี่ตอนที่เราไปชีโรเจอร์เซนปีแคมริกาเซนด้วยกันนะเฮ้ยอย่าลืมมาหลากหลายด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวนี้ก็รู้จักป๊อปแล้วนะ Ready Go ไปไปเชียร์เนี่ยเธอの西野和樹くんと、知らない男だけで、だからか、知らない男さんです。よろしくお願いします。アニメート行ったら4万円なくなってたの、誰が使ったんですか？正直に言ってください。誰が使ったんですか、こんなに。アニメート渋谷とアニメート池袋行ったら、4万円なくなってたんですよ。ということで、今日はアニメート更新しようかでございます。イエーイ、もう綱志龍之介くんも喜んでおります。いや、この T シャツ着てさ、7台来たのよ。弊社社員も綱志龍之介くんと御堂虎雄くんをねやらせていただきたいんだよ。はい、じゃまず1個目こちらでございます。いやこれもめっちゃ欲しかったんよ弊社。これあのね G3 条の、ね、新人くんオリエンスっていうグループのチェキ。これさ池袋で完売してさ、欲しくて欲しくて泣いちゃったの店舗で。完売しちゃったよ、助けてアンパンマンって。食パンマンの顔は好きだけど助けてアンパンマンってやったらあったのこれ。とりあえずね冷静にあのねメンバー4人いるんですけど、こうバッグだけ買って、これちょっと動画の後ろでこうあの開けたいと思います。行った先に全部あの紹介したいから。でも1パックだけ開けさせて、我慢できないのよ。ちょっと食欲がさ、食欲が秋が今って食欲が秋だから。あーちゃん、あの全員推しだけど、あの一徹君とあのマネ君出てもう。わーい、僕大体ピクニック行きたかったんよ。
この二人いなきゃさ、何のために給料もらって働いてるんですかって話になってくるじゃん。この子たちの育てるため、この子たちの食費を稼ぐために僕は頑張ってるんです。だからやっと僕がお父さんになれたの。正式公式お父さんのことは、なんだ、公式お父さんだからね。公式だから、公式じゃないよ、非公式ないよこれ。嬉しい、これ持ってきて、あまた持ってきて、めっちゃ可愛くない、こんな可愛すぎない、ほら男性の拳ぐらいで持ち歩きやすいってさ、これすごいでしょこれ。今日からもうイエス、プリキュアバイって、ちょっとそんな頑張らせダンスね。はい、次原神、原神も好きなんで、私これは前の動画でも、はい、もう一回紹介させて、だってエッチじゃんからな。何回説明すれば伝わんねんこれ。ねえ、グルハイゼン、プチ、グラッドとか、プチ、硬いのにさ、薄い布しか着ないの、見てこれ、薄い布しか着ないの、体のライン出て、腹筋ボコボコでさ、この人に滑り台したい人、はい、僕です、滑り台したいです。政治政権入って何時からですか？朝6時からですか？全然さ、この体のさ、整理券もらえなかったらさ、神アカで読む、普通に神アカで読むし、なんか引用リツイートを128件で出てるのにクリックしたら2件しか出てこないって、あるよね。カワマッシュに、マッシュだもん、大好きだね、マッシュ。ストーリー良かったよね、改めて原神進めるの。あの、原神やってないことめっちゃいいから、第4章だね、原神っていう。カラマッシュくんさ、本当にマッシュ、本当にさ、僕も孫に欲しいのよ、スカラマッシュ。だからなんか、見本を見てたら、ちょっとくれません案件、なんかスカラマッシュ魔法になってみたんで、明日踊ってみたみたいなのないかなと思って、はい。手の小よ、手の小よ。もうさ、僕の赤さの杖が貫突して幻想爆発しちゃいますよっていう話になってくるのこれ。え？なんか精神ユニットでもさ、今の言葉が卑猥ってわかるでしょ。僕の赤さの杖が貫突して幻想爆発するの、それは幻想チャージ効率も良くなりますよって話になってくるのね。でしょ、原神ってね、あの、なんつうの、こういうビレイラストが結構頻繁に行われるの。こうやって行われる雪合戦、なんか神英雄雪合戦されるから、こうやってしかもさ、定期的に続いてるからさ、見たら感じじゃん、持ってくるかな。はい、じゃあ次こちらでございます。アンスタちゃん色紙可愛くないですかこれ。これメンバーがめっちゃいいね、これ。ちょっとね、これ見てほら、ちょっともう貼っとくけどさ、だって見てみこれ、はい、あのね、これさ、アニメイトではね、8パック買ったんですけどね、これあのスタショップで3パックずつしか買ってなかったのね。だからさ、はい、これ2パックずつしか買わなかったの。でもポカポカって永遠プレッシャーってもうパルルマウント取っちゃったの。もうで、じゃあでも AKB48 みたいなしか8パック買って、これでグッズタイプの対戦よろしくお願いしますしたいのよ。だから買ったのこれ、ほら、もう何センチですかってこれ。ちょっとこれ後から回転動画上げると思うので、よろしくお願いします。あとあんた、わーい、マイガーッ、写真集って知ってる？あ、ごめんなさい、手、顔触っちゃってた、どうしよう、ごめんなさい、すいません、失礼しました、津田さん。やっぱその写真集発売の時にインタビューとか受けられてる時に、どんな写真集ですかってインタビューで答えてたのが、まあ、もちろん表情とかもちろん顔にまでつながって写真集しました、見てて、香りと思って、香るんですかって、っていうことは VR コンテンツなんですかって、 Uber Eats なんですかって私なってくるのこれ。 VR 津田さんが Uber Eats で VR コンテンツって なってくるから、え、マジ読むの楽しみ。だから津田さんってなんかもちろんさ、女性から見てもかっこいいで、でもね、あの男友達、男オタクの中で、津田健はマジでかっこいい、憧れるみたいな、こう憧れの的なわけよ、男たちの。津田健さんとか僕は憧れ以外にも別の意味でも全然応援してるって話ね。でしょでしょ、だからほら、声もいい、顔もいい、かっこいい、髭もかっこいい、かっこいいのよ、これ。あ、ごめん、あと右下で、はい。かわいい、これ缶バッジさ、すごい。1000円、これ2個で1000円なんだけど、キャラシェで買える。しかも、この表情差分あるのよくない？ちょっとクールと2個って感じ。これなんか、アパレルじゃん、アレバンクだと可愛くて、アパレルじゃん、みたいな。
セシウマクビじゃんみたいな話なんか、キャンキャンですかみたいな、ライチですか、ハーリップトゥーですか、スナイヘルですかって話になってくるんだよ。だからこれはアパレルとしかオタクじゃないから、これアルバイクはオタクじゃないんだよみたいな、ね、アルバイクはオタクじゃないんだよって言えるから、え、それ何の作品、何のオタク作品、オタクじゃありません。で、なんかちょっと面倒くさとか決めちゃうよね。アルバン君は、私は、それ違うな、それ違う、公式迷惑かかるから、ちょっとやめようね。でも可愛いから買った。やっぱキャラしてるから見ていいよね。あとさ、BL 本買った、僕欲しいのがたくさんあるんですけど、まず1個目、これ。これ、バレエの BL かな、交換連中の、その3巻まで出てるのかな、なんだけど、これさ、いや、もちろん絵もビレで、絵もビレっていうことを先に伝えとくね。その上で聞いて。2巻の表紙が、ごめん、あの2巻の表紙をお借りします。あの絶対買うんでお借りします。どっちのとこだ、これ。これじゃん、アイドルになっちゃうね、なっちゃうから。これでもこれ見て、2巻の表紙見て、待って、ちょっと、え、しかもさ、バレエってさ、絶対さ、綺麗で素敵な BL じゃん、絶対そうじゃん。だからさ、買った1巻とりあえず読もうと思って。バレエにとってさ、筋肉質って体も綺麗でさ、綺麗な人多いじゃん。ドキリドキリドンドンって試験の力が湧いてこうなったけど、どうするって、びっくりびっくりビン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 。別にこちらでございます。これね、あのよくツイッター、最近あの X で見かけるさ、あの最初の10ページをエシスさんが乗っけて、それがめっちゃバズるっていう手法で知ったやつ。助かるよな、あの手法。 BL ってさ、なかなか出会えなかったりするからさ、この手法で知って、これさ、なんか、あ、ビレー系かなと思うじゃん。かわいいのよ、かわいいけどって思って、ちょっとさ、家政婦なんか、あの無口でイケメンな家政婦さんがとちょっとなるみたいな、え、よくない、この無口男家政婦ってさ、いい。しかも雇うのがなんかイケイケサラリーマンみたいな、ちょっとサラリーマンでちょっと家政婦雇ったら、ちょっとクールなこってみたいな感じで、グーグーグー、本当に。どうもかなた君、家政婦行きませんか。はい、次これでございます。あ、これはもうなんかアニメイトで表紙見て、可愛い、絶対可愛いじゃん、絶対可愛いじゃんと思って購入させていただきました。絶対可愛いよ、ほら。絶対これ、この大好きなの、僕。絶対これ大好きなの、これ。だってさ、あの、最近はアイスってさ、見たら、あ、甘い、美味しそうって思うじゃん。それと一緒ね。それと一緒。あと、食欲の秋アンケートってことだよ。ハッシュタグ PR ね。PR、ハッシュタグ PR、これ。食欲の PR みたいなアンケートみたいなとこあるかな、これ。こんなん可愛いもんだ。あとね、これを買ったのよ。おい、特製もない。おーい、はい、感じますしいな。はい、画像貼っときます。はい、これが粉糖が何なだから、ちょっとどうちゃうのいしい。わーい、ちょっとおかしいよ。わーい、自慢の王様のお金は痛い、呼ばさま。うん、ちょっと待って、バッキバキの、血管バッキバキのところに出していいんですかって。ディオマン父さん、ディオマンパラダ。トマヤ君も好きだから、こんなんさ、もう10個だけ。怖い。久しぶりにさ、ビンデンコチキンチャリン、体が薄いてんの。うん、ジャムタンが出たら嬉しいな。ジャムタン、バッキバキを出たら嬉しい。私の心で、バキバキに逃げると思うなく話せ、みたいな。ということで、これ、もう、この方、ありがとうございます。国際も違うのちゃう嬉しいな。診断コンカムに行くのおいしい。どこでちょっとするちゃうおい。え、苦手もないです。で、実況はちょっとするちゃうおいしい。かばいていないから、いろんなものがするちゃうおい。うん、ありがとうございます。最近がちょっとおいしい。どこかのちゃうおいしい。はい、ユニーセッチ。ちょっと今天吃了炸雷鸡，今天的一个主题吃了炸雷鸡，最近的这class咱们把吃了炸雷鸡的，あのです，炸麻薯，最近的呢，です，炸吃了炸雷鸡呢，哦，那都过来了炸，是的，飞越吧吃了炸雷鸡的。どうなばだかーするじゃん。リングでかーするじゃん。おいしいな。うん、おいしいな。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 クラスするじゃん。おいしいな。うーん、ちょっと好きです。ちゃんまーするじゃん。おいしい。おすすめ顔です。リングでかーするじゃん。おいしい。おいしいな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 。
ね、シールみたいなのが入ってました。これは開かないけど、チョパーで、あ、金ちゃんさん、シロちゃん、レシー、金ちゃんさん、ピザでめっちゃいいね。うん、わーい。ピザでめっちゃ嬉しい。待って、めっちゃ可愛すぎる、やばい。ねてねてねです。マジメドくんのキャラを知ってる人だね。ケーキで覚えてる顔を見た。結構です。あ、じゃあチュロちゃん嬉しいな。そしてクラスのちゃん嬉しいな。ケンスです。うん、ジンガーチュロちゃん嬉しいな。うん、アニアカネテネです。あ、ジンガーチュロちゃん嬉しいな。にいねーにいねー、可愛いし、わーい、わーい。ちょっと、リーナー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 、うん、アニーシュよ。だらちゅうそのちゃん。かさちゅうちゃんの。にいねー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 。おい。もうちょっとしーっとちゃうのいしーだ。うん、アニーシュよ。ちゃうのいしーだ。にいねーにいねーにいねー。にいねー。別の食感と思うときは使えるかもしれない。こんだけたくさん買うなら、ちょっと別の食感でも良かったかもなと思うけど、あ、いいね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 。うん、いいね。ちょっと、クラスを使うのが美味しい。ちょっと、クラスを使うのが美味しい。ちょっと、クラスを使うのが美味しい。この箱までめっちゃ硬くてしっかりしてる。はい、チュロちゃん美味しいな。で、ジンジャーチュロちゃん美味しいな。なんなぁ、硬い。チュロちゃん美味しいな。やばぁ、にゃん。ただわ、これはチュロちゃん美味しい。なお、みなちゃん。みなちゃん、チュロちゃん美味しい。ロちゃん美味しいな。なぁ、や。チュロちゃん、クラス、チュロちゃん美味しいな。うん、我觉得克拉斯罗扎罗一些，今个在当克拉斯罗扎，今个他这个罗扎来来呐，哎，有考虑谁？有考虑干那罗，你干立那的，白了。嗯，你这个罗扎来，白了。羽散らかってるんですけど、もう一回やり落ちたからもうやばいな。銀河シロザーロイシーな。銀河シロザーロイシーな。待って、ちゃんまだ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 、だって。クラスチュロザーロイシーな。クラスチュロザーロイシーな。銀河シロザーロイシーな。ロザーが逃げろよ。全然やるから。待ってて、ぼちさんやるから、うん、はい、ということでこんな感じでございます。いかん、なんか4万円だけど、いかがなかったら、ご人間です。ジンガークラスのチャレンジな。ちょっとです。まあ、ちょっと、うん、わ、安だな。人家就是罗扎瑞西了，真的，他才是罗扎瑞西了，人家来克拉斯罗扎瑞西。可以吧？那个人家那个是伊啊，人家是苏尼克斯比亚，嗨！啊 ，AG 罗扎瑞西，这个是啊，那那个罗扎瑞西呢？这个，这个的，这个的，那个的。
あ、じゃあチュルタウイシー。はい、よーニャス。じゃあチュルタウイシー。タナメリカチュルタウイ。なんかジブリちょっと。おい。ちょっと白い目で見ちゃうな。本当に出すんだみたいな。はい。なんかそれはちょっとなんかコミケでやるから。いいんだよ、黙っててって。ありがとうございます。オーケー、おにりもあなちゃん、リモーノ。えー、ルーちゃん。あら、めちゃくちゃくちゃくちゃ。ちょっと、怖すぎちゃう。リアッ！おい！言っちゃう！はい、どうもです。本日弾いていくのが、こちら！サンリアンドリクゼ、コギミュンアンドリクゼ。はい、というわけで、ついにやってきました。ตกใจหมดเชื่อรู้จักเลยสิแกวุ่นวายหรอกแต่นี่แกนะว่ารู้จักเลยเชื่อ今日の動画閲覧注意でお願いしますโอ้ยฝนตกเชียวแล้วจะเดี๋ยวโทรสามมันฟ้าได้หรอกจำฝนตกไปนิดหนึ่งสิกล้าสุดรู้จักเลยสินะเพื่อจะกล้ารุนแรงสุดอะไรเดี๋ยวหัวใจวายตายหรอกสองเรื่องหรอแย่ๆสองเรื่องสิはいというわけでついにやってきましたコギミュン単独くじ発売おめでとうございます発売すると決まった瞬間にねいろんな方からリプをいただきまして申し上げていただき本当にありがとうございました。僕ね好きなキャラクターはもう何キャラクターかいるんですけどもうコギミュン一択でね投票してたので単独くじ発売で結果につながってもうめちゃくちゃ嬉しいです。さあ今回初ということでどんな上位賞があるのか。上位賞一つ目こちら、一番がぬいぐるみ、こちら2本エビちゃん持ってるんだけど座ってるのかな、座ってるの珍しいな。で2番ルームライト、こちら2本頭のエビちゃんが乗っているルームライト、さあルームライトどうなっています。続いて3番こちら4本アクリルっぽいけど小物入れといった感じが以上上位賞です。続けて快勝ラストスペシャル賞こちら4番5番刺繍チャーム、こちら各6本、6番ペンケース、こちら10本、7番キャップタオル、こちら10本、そして8番ポーチ、こちらも10本、9番洗面器、こちら8本、10番11番マット、こちら各6本、そして最後ラストスペシャル賞がバリティポーチとなっております。さあ初ということでね、何が当たっても嬉しいところなんですけども、僕が狙っているもの2番ルームライト、6番ペンケース、7番キャップタオル、この辺り主に狙っております。特に今回ちょっと珍しいなと思ったのが、あお今までのマナーマナーしマナーじゃマナーるマナーマナーチャーミングな僕がねこうキュートになれるかしっかりお届けしたいと思います。今回ねこちらのくじ引く回数なんですけども初のコギミュンくじということで上位賞品まで引いていきたいと思います。まあ、1、2、3どれかね当たるまでは引いてこようと思ってます。まあ、一応補足なんですけど、序盤で上位賞出てもキャップタオルが当たるまでは引きます。さあというわけでね、今からめちゃくちゃ楽しみなんですけども、果たして何回で上位賞引けるのか気合入れていきたいと思います。マイライスキースーパーヒーローライス、おーいドクタイムシュールチャクルイスキー、おーい勝ちよい。ช่วงนี้เกมออกใหม่เยอะมากจะไม่ได้ว่าจะเล่นเกมไหนดีพอลองเล่นไปสักพักเอามาเปรียบเทียบดูแล้วว้ายมาช่วยありがとうございます。
3เรื่องอ่ะเฮ้ย3เรื่องเชื่อรู้จักเลยสิรู้จักเลยนะはい、というわけでね、戻ってまいりました。まあ、今回10回で小物入れとルームライトゲットできました。あとしっかりね、キャップタオルもゲットせます。まあ、個人的には洗面器3つ当たった以外はめちゃくちゃいい引きです。でね、このルームライト、なんとシリコン製って書いてあったのでめちゃくちゃ気になる。後ほど開封して点灯しようと思ってます。とりあえずまずはね、下の章からゲットしたものを確認したいと思います。まずはこちらマット、今回ね黄色の方が当たりました。はい、マット開封したんですけども、もうめちゃくちゃ可愛い。ついにコギニューもねマットゲットできました。今クロミちゃん使ってるからね、ちょっとクロミちゃんがお役御免だったらこちらに変えようと思います。はい、そして裏はいつも通りしっかりと滑り止めがついておりました。はい、続いてゲットしたものね、洗面器になります。はい、ハート型の洗面器、このような感じとなってます。そこにはねハートを持ったコギミュンとエビちゃん、これは特にないね。これがね今実家で使われているマイメロちゃんの洗面器、今回もね同じ形、全く同じ大きさでした。こうやってね重ねることもできました。実家の洗面器増やしといたから使ってね。さあ続いてがこちらポーチ、これびっくりした、意外と大きいんだよ。はい、こちらね開封しました。どうですか、まあ、袋手と比べてもねもうデカさわかるよね。でファスナーのところにねエビちゃんがくっついてます。で両脇のファスナーになっていて、はい、なんかこんな感じですね。結構ぬいぐるみ感が強いな。ここめっちゃ分厚い。まあ、ぶっちゃけ物はそんな入んないかも。個人的にもう紐をつけて首から下げたいぐらいね、すごく可愛くて立派なポーチでした。さあ皆さん大変お待たせしました、こちらキャップタオル。はい、キャップタオル開封しました。こんな感じです。ちょっとシワシワすぎてなんかコギミンの抜け殻みたいになってるんですけど、あ結構伸びるね。さあではね早速僕がこれかぶったらどうなるのかね。まあ、きっとね超可愛くなるんだろうな。実際にやってみた。こちら刺繍チャーム開封します。はい、刺繍チャームこのような感じになってます。はい、上はこちら金のナスカンで、本体はこれ刺繍ね、サガラ刺繍っていうちょっとモコモコした刺繍になってました。で下地はね黄色の合皮っぽい感じです。でエビちゃんがいないと思ったらね、はい、裏にいました。はい、続いて上衣装ですね。こちら3番の小物入れ、とりあえずね組み立てちゃいます。はい、組み立て完了しました。いや、めちゃくちゃ可愛い。ここら辺ねアクスターになっててね、取り外し可能でした。で両サイドにもコギ面がしっかりねプリントされていて、バックにもこんな感じでめちゃくちゃ可愛いイラストしっかりプリントされてます。でここの部分、はい、収納になってるので、まあ、ペン立てとかデスクとかでかなり活躍しそうなアイテムとなってました。はい、そして最後ルームライト、めちゃくちゃ楽しみ。はい、ルームライトめちゃくちゃ可愛いサイズで、シリコン製ということで、はい、とてもね柔らかくて、はい、あー戻し、早速ねこちらライトアップしてみたいと思います。それでは点灯まで3、2、1、はい、おー、わーなんかめちゃくちゃ良くない？いいね、暖色はめちゃくちゃ合う、かわいい。まあ、欲を言うならね、これね電池だったんですよ。アダプターだったらめちゃくちゃ良かった。でこちらもう一種類ね点灯パターンあって、せーの、はい、おお、赤コギミュン、緑コギミュン、そして青になるのか、青になった、青コギミュン、なんかピクミンみたいだね。ほんといろんなカラーのコギミュンにもなるし、まあ、僕はねやっぱこっちの方が好きかな。こちらの暖色の、まあ、温かいカラーのコギミュン、といった感じでね、以上ルームライトでした。はい、というわけで今回はコギミュンの当たりくじ引いてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、今後もねぜひ書き下ろしとかで展開されると個人的に嬉しいです。はい、こちらのくじは1回800円、全国のコンビニエンスストア、サンリオショップ等で引くことができます。気になる方ぜひチェックしてみてください。
はい、今後もサンリオくじはもちろん、いろんなくじ動画、グッズ開封動画とアップしていきます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。じゃあね。โอ้ยสนามมากเลยและเราจะทำทำงานเลยเพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิม OR 今日の動画閲覧注意でお願いします はいどうもレです本日引いていくのはこちら稲妻イレブン15周年記念オンラインくじ。はい、というわけでね、今回は稲妻イレブンが15周年ということでこちらのオンラインくじを引いていきたいと思います。皆さん稲妻イレブンご存知ですか？僕の動画を視聴している方は稲妻イレブンもしかしたらね、ちょっと世代が違ったりしてご存知ない方もいらっしゃると思うので、軽く稲妻イレブンについて説明すると、稲妻イレブン元はね、2008年に任天堂 DS で出たサッカーのゲームになります。まあ多分みんな妖怪ウォッチ知ってると思うんだけど、妖怪ウォッチの会社が妖怪ウォッチの前に作ったゲーム、それが稲妻イレブン。この稲妻イレブン、ゲームからアニメ化してめちゃくちゃ人気が出ました。対象年齢は大体小学校の男の子がターゲットになっていたんですけど、成人女性にも人気があった。もうその当時もう熱烈な女性ファンが多い。ちなみに内容は超次元サッカーといって、分かりやすく言うとテニスの王子様をちょっとソフトにした感じだから、流血とかはしないんだけど、まあ、シュートとかでね、まあ、炎が出たり、あとキーパーはなんか魔人を出せるとか、そういった内容のね作品でめちゃくちゃ面白かったです。でなんといってもこの作品は、まあ、ある意味僕を目覚めさせた作品です。言ってる意味わかると思うんですけど、そういうことです。だから今回ね、めちゃくちゃ気持ち悪いと思うんで皆さん注意してください。マジですよ。まあ、そのあたりの詳細はラインナップ見ながらね、軽く説明したいと思います。まず S 賞、選べる特大布ポスター、当選確率100分の1。これ見てもらうと分かると思うんですけど、登場キャラめちゃくちゃ可愛い。続きまして A 賞がクッション、こちら当選確率100分の8。こちらいろんな場面写が散りばめられたね、とても素敵なクッションとなってます。続いて B 賞、アクリルスタンド、こちら当選確率100分の17。ここら辺のイラストはね、実は昔ねある商品でも出てたイラストになります。ちなみに僕はね、この立ち向かい君とね、津波パイセンが2人でいる、これ激アツ。続いて C 賞、ミニ色紙、こちら100分の27。いや、ここら辺ももうね、すごく懐かしい。続いて一番下の賞が D 賞、75ミリ缶バッジ、当選確率100分の47。はい、僕が一番欲しいのは D 賞です。 F から C いらないんで D 賞だけ今回当てたい。多分他にもこのくじ引く人はほとんどの人が D 賞が一番欲しいと思う。ちなみに僕の推し、もう緑川龍二、そして立ち向かい勇気、この2人めちゃくちゃ大好きです。ちょ30秒だけね、この2人のプレゼンさせてください。まず龍二の方なんだけど、龍二は本当龍二頑張り屋でね、もう孤児だったんですけども、もう今だったら僕が養うんで、もう今すぐうちに来いと言いたいくらいめちゃくちゃ好きなキャラです。でもう一人の推し、立向くんって言って、いやこんな弟いたらよかったなっていうのと、それかもう息子でもいいんで、はい、今からでも遅くない、はい、といった感じでね、グロトークでしたけど、はい、僕の推し2人になりますんで、この2つ狙っていきます。で今回ね、おまけキャンペーンっていうのがあって、くじを5連セットで引くと15周年のステッカーが1枚もらえます。10連セット引くとね、ミニブロマイド、こちら6種類からランダムで1枚もらえます。さらにさらに20連を買うと、なんと選べるアクリルスタンド、こちら1個もらうことができます。はい、というわけで今回引く回数なんですけど、20回までは送料550円しかかからないんですよ。なのでもう20回で勝負していきたいと思います。で、おまけなんですけど、まあ、正直ね、僕、このステッカーが一番欲しいんで、5連を4セット、計20回ということでね、そんな感じで勝負したいと思います。それでは早速今から準備の方していきたいと思います。
さあやってまいりました、くじ引き画面。くじ引き動作はね、5連でやると確かね、演出1回だけで、あとはパパパって出てくるんですよ。最初の演出で弓矢のなんか矢が赤くなったりとか、あと落ちてくる扇子の色だったかな、そこら辺が違うと、うん、結構上位賞のチャンスなので、何も起きないでほしい。缶バッジばっかりでいい。では最初の5連いきます。せーの、ほい。おー、よし、よし、おーい。ちょっと待って、アクスタね、チェントとね、ヒゲオということで、缶バッジルタプレイスルタプレイスルタ、これ嬉しい、これ嬉しい。タチムと、いやもう、とっくん付き合う話とかさ、マジ最高だよね。さあ、B 賞続いてますけど、そろそろ E 賞来い。あ、E 賞だけどガルベルか。まあ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 。まだね。まだ。もう D 賞でいいよ。あと2個 D 賞。はい。おー、C 賞。C 賞来ちゃった。ラスト、来い。おー、ゴーヘンチ。うわ、缶バッジ2個来たのに。おしっこぜ、次行こう。さあやってまいりました、これで10回購入したことになっている。お願いします、マジリュウジとタチム、缶バッジいけ。よし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 、師匠、おお、あれだ、風丸があのボロった時にやべえやつになったやつだ。もうこっから全部 D 賞でいい。せーの、はい。おー、6個か。缶バッジ結構来るんだけどな。次行きます、お願いします。おー、吹雪。おー、いや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 、エターナルブリザードまあまあまあ、帝国の3人ね、もうこの結構好きなんだよね。さあ、もう最後、マジ早くない。じゃあラスト、いきます、せーの、缶バッチ来い。おぉ流星ブレーダーやら、結構人気キャラ出してます。交換余裕で探せば見つかる気がするな。やっぱね、イナズマイレブンってほら、後半の最後の方に大逆転すると思うんだよね。いける。さあ、やってまいりました、5連セット3回目。これね、これマジちょっと1点返したいね。今ね、0対2で負けてるから、いってみましょう。くじを引く。さあ、OK。 おお、バーン、okay. 最初から D 賞来たの初めてだ。バーンとガゼル揃ったし、なんならヒロトもゲットしたなら、やっぱりリュウジ欲しいよね。リュウジ来る、リュウジ。いきます、せーの、はい。よーし、よーし、おめえ、ひろめちゃんが落ちてきた。ゴール、リュウ選手1点返しました。よっしゃ、缶バッジこれだってあれだよね、 2.5% ぐらいだからね、リュウジ来る確率めちゃくちゃ低い。あとは、うん、立ち向かい勇気くん、君だけだよ。まだね、3回あるから、ちょっと準備運動、準備運動、いきます、せーの、はい。おおー、A 賞来ちゃった。まさかの A 賞、上位賞いらないから、あと2個いきます、せーの、はい。うわー、2個あってもこれはいい。さあ、15回目でタチムーの缶バッジ来て、はい。タチムーだけど違う、ちょっと僕は遊ばれてますね。ちょっとタチムーかゆうきくんにもて遊ばれてるな、嬉しいな、気持ちいい。さあ、やってまいりました、最後の戦い、大逆転ゴール生まれるのでしょうか。ここで B 賞の内向勇気が来てくれるんだ、信じる。いきます、ラスト、せーの、はい。うわ、やめろやめろ、そういうのいらない、いらいらいら、おーい、オーマイガー、もう一個出ちゃった。さあ、2つ目いきます、せーの、はい。え、マジ言ってんの、わーい、もういいよ、もう上位者いらないからね。3回目、せーの、はい。おー、ガゼル&バーン、まあよくよく見る感じだよね、即売会で。残り2個しかないんだけど、ちょっと待って、 D 賞来てないよ。4個目、せーの、はい。やばい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 、ちょっと待って、やばい、ウィニ
色紙ちょっと待って、缶バッジ来てないよ、ちょっと。最後の1回に気持ちを全部ぶつけよう。ラストいきます。はじめお願いします。せーの、はーい。すごい。はい、というわけで今回はイナズマイレブン15周年記念オンライン口引いてきましたが、いかがだったでしょうか。いやもう本当ね、今試合した後かなっていうぐらい熱い、まあ、ただね、引きはめちゃくちゃ良かったと思います。まあ、本当に望んでない時にね、ジョイショー出るのあるあるなんですけど、まあ、缶バッジも結構出すことできたので、届くの楽しみに待っていようかなと思います。うちにリュウジが来ます。こちらのくじ1回770円、現在くじ引き堂さんのサイトで引くことができます。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今後もいろんなくじ動画、グッズ開封動画とアップしていきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、タッチブー。 OK, what do you think I know? OK, nah